はいどうもタクタクです。ロックマンイレブンやっていきましょう。さあ前回ファイルマンを倒して多分ブロックマンなんだとは思うんだけど、その前に無事に戻って何よりだ。集めたネジを使っていろいろなアイテムを作ってあげようということみたいで、なんか交換できるみたいよ。どのアイテムを作る？エディを呼び出すアイテム。エディはいろいろなアイテムを持ってきてくれる。呼ぶことにストックが一つなくなる。どうなんだろうな、どれがいいんだろう。あ、M 缶作れるけど、 M 缶作っとくか。1個 M 缶1個作っ、このアイテムを作るちゃおうかな。900もあるからね。あ、その前ちょっと待って、ね、ちゃんとラインナップ見るか。ガードアップ、駐車ステージの間だけ受けるダメージ量が半分になるアイテム、これと E 缶とかと組み合わせたらもう最強じゃないか。ロックマン、どのパーツが欲しいですか？こういうのもあるんだ。エネルギーバランサー、装備中の武器エネルギーが満タンの状態で武器エネルギー回復アイテムを取ると、自動でエネルギーの少ない武器から順に割り振ってくれるアイテム。ああ、これいいね。スパイクブーツ、ロックマンのフットパーツの底に装着する特殊なスパイク、氷の上でも滑りにくくなる。なるほどなるほど。でショックアブソーバー、ロックマンが強力なロックバスターを発射した時の反動をなくすアイテム。ほうほう、これようわからんな。これなんかあんまりいいように感じないな。スピードギアブースター、スピードギア中のロックマンの移動速度を普通と変わらなくさせるアイテム。もっと速くなるってこと？つまりエネルギーディスチャージャー、あえてライフを減少させ起死回生の大技ダブルギアをすぐに発動できる状態にするクロート向けアイテム。これはでも1000なんだ、買えねえしな。どっちにしろバスタープラスチップ、ロックバスターへの供給エネルギーが増加するアイテム、放たれる弾が少し大きくなって敵に当たりやすくなる。この辺微妙なんだけど、自動でロックバスターをチャージしてくれるアイテム、チャージ中でもうロックバスターを撃てるがチャージは最初からになってしまう。なんかこの辺は微妙だね。なんか強いて言うとこの辺とこの辺はかなりいいと思うな。この辺いっとくか。これ、このパーツを作るんですか？作る。出来上がったです。装備する。装備するとどうなるんだろう。ちょっと一回戻って、あ、これだ。あ、装備してることになってんのこれは。なるほどなるほど。これいくらでもつけ、ここまでならつけれるっていうこと。じゃあもう一つあれか、買ってみればわかるか。ロック、ちょっと待って、ちょっと待って、無事に戻って。ロック、ロウちゃん、どのアイテムを作る？めっちゃ可愛いやん。パーツが欲しいですか？どうしよう。スピードギアブースター、これも欲しい。出来上がったです。装備する。はい、これを装備すると、あ、つか隣にもあんな。あ、なにこれ。ミステリーシップ、ステージを短時間でクリアする何かが起こる不思議なアイテム。いや、これ気になる。バディコールプラス、エディコールビートコールの最大出身。あ、なるほどね。缶袋、E 缶ダブル缶の最大出身。ああ、なるほど。そんなに困ることある。クールダウンシステム、熱放射の効率を上げギアゲージの回復速度を速くする。おお、これもいいな。ロック、なるほどなるほど。どのアイテムを作る？で、ちょっと一回もう一回戻る。これどうなった？やっぱ装備してることになってるよねこれね、多分。これわざ、あ、やっぱそういうことだよね。え、全然いいよこれ。これでいいよ。で、どうするかな。問題はこの W 缶とかさ、M 缶だな、作るならな。M 缶と E 缶ぐらい作っとくか。無事に戻って M 缶 を、はい。じゃーん、完成。ありがとう。頑張ってね。頑張る。D 缶も、はい、作っちゃう。じゃーん、完成。頑張ってね。ビートどうしようかな。これ自動で使えるんだよね。ちょっとこれもう買っとこうかな。よく落ちるからね、俺ね。完成。頑張ってね。あとは。ガードアップも、これも積んどっか。一通り買ってお金がもうないです。よし、じゃあこれでいきましょう。一旦セーブしといた方がいいかな。一旦この辺にセーブしとっか。すごい、結構この説明だけで尺取ったな。で、これで満を持してブロックマンいきましょう。まあ一回やってるからな、とはいえな。体験版をね、もうやったという人はね、わかるんじゃないですか、このブロックマン。大して変わってない気がするけど。あ、かける1。いくぜ。まあ、一回やられてたってことだな。よいし
これ勝手に回復してってくれてるってことだよね。よっ、この辺も変わらず。あっ、新しい武器とかもね使っていきたいとこだけど、あ、間違えた。ちょっと使ってみましょうとか、せっかくなんで。この場合どうなるんだろう。くれ、あ、すごい、関係なく突破できちゃうってこと。あの敵もこの武器をちょっと効率よく使って攻略をしていこうということなのかな。ここはステージ中でもなんか使えそうな感じするよね。ふん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 、オッケー。なんか遠くに離れているところとかこれで渡っていくみたいなことも状況によりできるかもしれない。エネルギー割り振りがちょっと自動でできるのかなっていうことをちょっと確認したいんだけど、なかなかエネルギーが出てくれないっていう。あー、ダメだった。なんか OK、 あ、上にネジがある。この国、この世界の通貨ですからね、貴重ですよ。ふん、でこれでギア回復。あ、何も出ない。こういうとことかもね、あ、さっきのあれを使うと楽なのかもしれない。ちょっと行ってみようか。あー、でも怖っ、怖え。ちょっと乱発ね、乱発すると事故の原因かもしれない、あれは。こういうとことかも本当は、はいはいはい、え、なんで当たっちゃうかな。あ、いで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 、なんでスピードギアも関係ない感じになっちゃった。 OK、 はいはいはい、 OK、 突破。なんだっけ、さっきの技名をパイルドライブか。パイルドライブね、パイルドライブをもっとちゃんと使っていこうよということなのかな。よいしょ、 OK、 フラッシュのエネルギーも回復してあげたいな。なかなかこう回復する場面がない。あ、壊れなかった。 OK、 敵がいっぱい出てくるところでちょっとエネルギー回復を図りたいところだな。よいしょ、 OK、 ここも、はい、覚えている、体験版と一緒。ここはね、おお、次々降ってくるから、あっちの破砕機っていう、破砕、なんつうの、破砕機でいいのかな、破砕機に飲み込まれる前に脱出する。はいはい、来い来い来い。よいしょ。ここは、あ、流れてくるシステム。OK。ここは上から、ブロックが降ってくるから、気をつけようゾーン。ほいしょ、ノーミスで行きたいな、ボスまで。オッケー、あ、ここで、あー、どうかな、ここで集められないかな。よいしょ、ここでさちょっとエネルギー回復をしよう。割り振りがちゃんとされるのか。早送りにな、早送りにしよう、ここは。でも、あ、でもなんか上、下から出てくんな。あー、これ厳しい。あー、強制的に退出させられた。ダメだ。よいしょ。うわー、危なかった今。タイミングよく設計されてんな。はい。OK。ここは、よいしょ、お、当たらなかった。はい、あ、今のやつはどう、あ、これ回復されてんのかな。まあ、ちょっと次見てみよう、次でわかる。よいしょ、はいはい、 OK、 うわー、これか、いい
ピードギア使って開いて、これ狭いとこ無理だよこれもっと広いとこで攻撃しないと。あんまりうまく当てられない。どうだ、あ、ここだな、ここにいて、おりゃ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 、おお、そっちに来る、はいはい、オッケー。なんか連打してもあんまり有効じゃない感じがする。あ、ここちょっと気をつけたい。体験版で体験してある、いる、すでにスピードギアを使って、あいで、オッケー、やったぜー、1キャップ。回復したのになんかプラマイゼロみたいになるのは嫌だな、今みたいに。ちょっと一回待とうか。降りてくる。はい。オッケー。まあね、焦らなくて、ああ、焦らなくてもいいから、やられないように。ゆっくり行きたい。オッケー。で、ここが。いけ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 。オッケー、倒していく。はい。あ、ここで、あ、どう、どうなった？あ、ちゃんと割り振られる。これ素晴らしい。勝っといてよかったね。ちょ、ここで回復してから進みたい。よし、行きましょう。おい、ここも当たらないように急げ急げ急げ。いや、このまずい、これスピード、はい、スピード、スピードギアで抜けていく。 OK、 いい感欲しいな、そこのいい感。よいしょ。ここね、体験版の時えらい死んだんですよね。ラッシュホイールを、はい、届かないいや、これ届かんのか。あっ、あー、上がった。できれば上に、もっと上に運んでくれないかな。あっ、助かった。ビートいなかったらやばかったわ。でもやっぱここはラッシュホイールでなんとか対応していきたい。はい、 OK、 いけた、いい感取れた。オッケーオッケー。あ、取れなっ、まあ、あれ取れなくてもいいか。あれコイルのあれか、コイルというかギアの回復のやつ。ほっ、オッケー。ここでよいしょ、越えて、ここをね、ラッシュコイルを使ってよいしょ、越えてしまった方が楽。あー、いって、いや、これはきつかったね今。あー、ちょっとやばい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 、いかん、いかん、サイクルに入ったな。ちょっと一回落ち着こう、一回落ち着こう。あいた、あ、はあこれだよ。あ、ここからか。そして厳しい。よし、戻ってきた。ほい、ここむずいよ。はい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 、ほい、ラッシュか、ラッシュか、はい、よいしょ、慎重に。あー、危ねえ一気に落ちちゃうよ、怖いよ。よいしょ、スピードギアをうまく使いながら、よいしょ、はい、かわしてラッシュをピョン。はいはい、スピードギア使った方がいいかもな。よいしょ、 OK、 突破。はい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 、はい、ちゃんと処理しておきたい。 OK、 お、やった、エネルギーも回復。はいはい、いいよ、順調順調。よいしょ、ギアも回収。 OK、来た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 、おっ、あ、しまった、あった、わざわざ当たってしまった。まだ中間ぐらいも行ってないんだよね。これでやっと中間ぐらいか。でまだまだ終わんないはず。ここさ、無料体験版だとちょっと突破の仕方が分かんなかったんだけど、あ、でもここ無理に行く必要ないか。多分ここでまたね、
逃げるこの悪い子が来るんだけど、エネルギー使ってなんだっけ、パイルドライブ行けば多分倒せると思うんだけど、そこまでしなかった。あ、 YD 戦、 YD 戦じゃねえわボス戦、あれこんな早かったっけ、なんかもう一難あったような気がするんだが、まあいい。とりあえずね、最初はロックバスターでなんとかなるはず、体験版通りの仕様であれば。ブロックにされちゃうらしい。ふっ、スピードでかわしていく。はいはい、相手これは普通に走ってくるだけか。もう形態変化していきます。形態変化してくる。で俺もパワーギアを使って、まずいまずいまずい、かわす。はい、当てていく。あんま効いてないのかな。やばいやばいやばい、これいい感使っとこう。いい感、あ、いい感使おういい感使う。ふん、かわす。あ、かわせなかった、やばい、オーバーヒールした。ふん、これ効いてない気がするな。ロック、あ、でももう、あ、やばい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 、2本目のいい感、2本目のいい感、全然良くないぞこれは。普通に戦った方が強いんじゃない、もしかしたら。あ、いて、あ、やばい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 、まずい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 、いい感3本使ったけど、これ大丈夫なのか。ちょっとギアが避けきれない。くれ、寄った、まだ生きてんの。あ、かわせないっていうね。意外とやばい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 、これいけんのかな、これも使うせっかくここまで来たからね、これ使うか、いけんのかな、ここまで使ってクリアとかやべえな。くれ、ちょっと強い、こんなにもう使いまくってクリアいただけないよこれ。E 缶3本使った上に M 缶まで使うという低たらく、大丈夫。いや、ブロックマン比較的強い気がするな。パイルマンより強い、なんか強いイメージがある。てかパイルマンあんま効いてなかったし、なんなら弱点じゃなかったのかもしれない。詳しい人教えてくれ、誰かコメントで。ブロックドロッパー落とせると。で、パワーギアをつけると、おお、パワーギアじゃいっぱい落ちてくるよと。どうだ、当たりやすくなるプラス威力も上がっているというような認識でよろしいのでしょうか。はい、ということでブロックマン倒していきました。次どれだろう、次どれ、わかんないけどコメントとか見ながらちょっと進めていこう。で、俺お買い物できる、もう全部いい感でいいような気もするな。全ツッコミで、いい感全ツッコミでなんとかクリアしていくっていうような感じでもいいかもしれませんね。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。この続きまた次回よろしくね、バイバイ。Thank you.